はい、こんにちは、神戸のフェンシスタジオです。会社の名前を言うことはちょっとできないんですけど、ちょっとまあ1週間前ぐらいに生徒さんだけを対象にしたスタジオの内部オーディションがありまして、まあ、結構大きな事務所だったんですね。名前はちょっと言えないんですけど、で今日の動画はその時に通常のオーディションやってから生徒さんの一人ちょっとこう残ってくださいって言われまして、まあ、いろんなそのカメラテストとか撮影をやったんです。でやる時に結構時間も長く撮りながらやってくださったんですけど、会社がすごく参考に なる内容が多かったので、今日のビデオはそれについてちょっと話をしてみようかなと思ってつけました。参考程度に軽く見てもらったらいいと思います。ではレッツゴー。まずこのオーディションは30人ぐらいの生徒さんが参加をしまして、その残った生徒さん簡単に紹介しますと、2006年生まれ、だから高校生ですね。で身長は160以上ぐらい、細い、まあ、女性の生徒さんです。最初から、まあ、その会社がですね、外部の方は見ませんのでっていうことだったので、現在通ってる生徒さんだけでオーディションを行いまして、まあ、会社から担当者の方たちが直接スタジオへ来て対面で審査をしてくれたんですけど、その30人中25人がスタジオで対面で受けまして、5人が地方に住んでるのでオンラインでオーディション審査を受けました。生徒さんの名前も言えないので、これから言う時には簡単に A さんって言いますね。 A さん。通常のオーディションが終了した後に会社がこの A さんだけ残して他の参加者は帰らせてくださいっていうのがありまして、この参加者らがスタジオを全部そのスタジオから出た後、まあ、やっぱインタビューとかカメラテストとかいろんな、まあ、ボーカルとかダンスの撮影が始まったんですけど、1時間ぐらい進めていまして、で何をどういう風にやったのか紹介していきますね。まず30秒ぐらいの簡単な自己紹介、これはまあ日本語でやってたんですけど、それ撮影して、ポップソングとか K-POP とか J-POP で、まあ、どれでもいいんですからボーカル3曲歌ってくださいって言って、ここで結構時間がかかったんですけど、理由は後で説明しますね。でダンスも撮影しまして、これは2曲ぐらい撮ってたと思います。あとカメラテストなんですけど、まあおでこ見せながらやる通常のカメラテストプラスちょっとこうモデルポーズとかみたいなことをしてくださいって言って、まあ、これはだいたい1分間ぐらい撮影してたかなっていう感じでした。一個一個詳細は今から説明していきますね。でボーカルで一番時間がかかったんですけど、詳細を紹介していくと、ポップソング曲ぐらいを歌ってください、撮影しますのでっていう注文があって、まずその生徒さんはポップソングで2曲歌ったと思いますね。で最後に J-POP を歌ってましたけど、ここから時間がかかっていた理由が、その会社の側からその J-POP をもっと音程を、キーを高くして歌えるのかっていうのをずっとご注文してました。なので生徒さんも、まあ、ちょっとこう音程をちょっとずつ高めながら歌っていって撮影は続いたわけなんですけど、これで結構時間かかりましたね。でカメラテストはまあ一般的なものだったんですけど、ちょっと変わっていたカメラテストは、担当者が1人撮影してて、もう1人の方が、まあ、そのカメラのマイクに近づけて携帯でなんか洋楽流しといて、その状態で撮影をするから、いろんなちょっとモデルポーズを撮ってくださいっていう注文でした。これも1分ぐらい撮ってたのかな、これもちょっと面白かったです。私こういうのはちょっと初めてだったので、そういう絵でして、ダンスは2曲ぐらい撮影しますよって
で、1曲目は、まあ、生徒さんが普段練習してる振り付けみたいな感じでやって、次がちょっと面白かったんですけど、今から、まあ、ランダムで曲1回流しておくので即興で、踊ってくださいっていう注文でした。で、生徒さん幸いにあの K-POP の振り付けもたくさんやってるんだけど、その前からあのヒップホップダンスとかも長くやっていらっしゃる方なので、まあ、やっていくうちに振り付けとか、まあ、ちょっと動きは似てくるんですけど、まあ、それでもやっぱりこう歌、音をちゃんと聞いてリズムに合わせて表現しようとしてくれたので、すごい良かったなと思います。こういうところがやっぱり基本的にストリートダンスとかそういう基礎練とかをちゃんとしながら K-POP ダンスを踊る人と、ただただあのアイドルの振り付けだけこう動画とかでコピーして踊ってる人たちの差だと思いますね。これ上のさっきの話を聞くと、一番印象的だったのがボーカルを音程を高めながら歌えますかっていうのと、即興で踊れますかっていうことだったと思うんですけど、個人的な意見としてはこれでやっぱりこの人が普段、まあ、どれぐらいこれに真剣に練習してるのかっていうのを見ようとしたんじゃないかなと思います。もちろん生徒さん高校生だったんですけど、もしこれが中学生とか小学高学年だったら、まあ、ここまでは多分リクエストしないかもしれないんですけど、まあ、やっぱ韓国でもそうだし、女性の高校生ぐらいになるとやっぱある程度の高い実力と技量を求めてくるのは事実です。まあ、即興ダンスからも分かりますように、やっぱりこうこういうことも注文されるケースもやっぱありますので、あの K-POP の振り付け以外にも、まあ、ヒップホップとか、まあ、ガールズヒップホップとか、まあ、ハウスとかロッキングとか、まあ、いろいろ、まあね、あの、あるんですけど、そういうストリートダンスとかにも、まあ、ダンスが好きだったらやっぱり興味を持って常に練習しておくのが大事かなと思います。あと、まあ、ダンスが好きな方やったら、まあ、18とか28だけでもやっぱ本人が歌詞とか、まあ、そういうサウンドをよく勉強して把握した上で、まあ、簡単に振り付けとかを自分でこう作ってみるのもいい練習なんじゃないかなと思います。うん、歌はそうですね、まあ、高い音程から出る歌唱力を見たいっていう感じだったと思うので、普段練習するときに自分が歌いやすい歌プラス、まあ、ちょっと無理してでも、まあ、一般的に難しい歌を、歌唱力がこう見せれる歌をチョイスして練習していったらいいんじゃないかなと思います。こういう時のためにもですね。この生徒さんは今までオーディションもたくさん受けてきたし、普段すごい真面目に練習してる方だし、まあ、やっぱちょっと韓国の会社で少し練習してたっていう経験もあるので、まあ、やっぱりいろんな意味で一般的な人とはちょっと、まあ、違うかなとは思われるんですけど、すごいいい会社によるオーディションだったので、うん、うまくいったらいいなと思います。現在そういうお話が進行してる、まあ、状況なので、まあ、やっぱり会社もそうだし、この生徒さんにの書斎とかは絶対言えないので、レビューとか DM で聞かないでくださいどうせ答えられませんので。はい、映像が面白かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとレビュー、また楽しくてためになる映像で作ってまいります。アンニョン。